どうもこんにちは。ファミコエミュレーターを作るの続きを決めていこうと思います。えー、前回ですね、格闘をしてましたが、まあ、あまりいい結果は出なかったんですが、えー、っとね、今実行すると、こんな感じにね、なるというところなんですけど、えー、っと、4×4 タイルしか出てない状態なのが、なんとかなんないのかなというところで、それだけはなんとかなったんですけど、あんまり時間が取れなくてですね、申し訳ないんですけど、 えーと完全な解決というかここが原因かみたいなのは分かって何も分かってないんですがとりあえずね全体を出すというのはあのここねここがえっ、ー、とテクスチャーのサイズなんでここを256のよいしょ、えー、240というふうにすることで、えー、ちゃんとね画面が出るようになります。 だと、これだとテクスチャーが、この大きさの、ピクセルの大きさがあって、こいつを、えっと、アップロードすると。このフレームと同じ大きさになってるんで、いけまっせ、というところですね。ピッチ。ピッチはちょっとよくわかんないけど。で、画面はこれなんで、このテクスチャーをこの画面にべたっと貼り付けるんで、えっと、で、セットスケールで2倍してるんで、 ここの2倍の大きさがないと、ちゃんと映らないということですね。今、今はね。うん。っていう感じに、え、で、理解をしています。なので、ここを変えればよかったということで、これで実行をかけてあげると、まあ、若干淡い期体を持ってたんですが、全部ね、同じ、同じタイルがドサッと出るだけということで、上だけね、上、まあそんなことないんだけど、上だけ、あの、うん、マリオの頭みたいなのがあって、 ちょっと下の方に行ったらちょっと若干違うのが出てんじゃないかなという期待があったんですがそんなことはなくで、まあ、何かがちゃんと動いてないっていことなんでしょうけど今のところそんな感じで,で最終的に、えー、とライトオンリーのところの2006にアクセスをしようとしていて怒ら,られてしまっていると。 いう状態で、あと、イグノアリングメモアクセスがめっちゃ出てたりしているので、まあ多分なんかまあこの辺の何かがいろいろあってダメだというところだと思いますが、まあ何が何だかね、よくわからないので、とりあえずですね、お茶を濁す感じなんですが、あの、色の操作というところをね、今日はやっていこうと思います。はい。で、色の操作ですと。 でまあ、これを実装した後にまた戻ってきてちゃんとの p p の実装を、ね、していこうと思います。多分色の操作のところで色々またいろ出てくると思うので、はい。で色の操作ですとで。NES コンソールはテレビ画面で52の異なる色を生成できます。これらの色はコンソールのハードワイヤードシステムパレットを構成します。ただし一つの画面で同時に使用できるのは25色。 背景色13色とスプライト色12色だけです。あ、スプライトもまだ実装してないんだね。そういえばね。はい、だけですと。ネスにはパレット設定を保,持保存するための内部メモリーラムがありました。スペースは8つのパレットテーブルに分割されます。4つは背景用、4つはスプライト用です。各パレットには3つの色が含まれています。タイル内のピクセルは2ビットを使用してコード化されたことを思い出してください。 これは四つの可能な値です。ゼゼロロ b ロゼロですね。ゼロは特別なものです。ゼロは等価色になってたはず。はい。で背景タイルのゼロゼロはユニバーサル背景色ゼ0 x 3 f ゼロに格納を使用することを意味します。ああなるほど。背景タイルはゼ0 x 3 f ゼロに入ってる 色をそのまま使うということになるんだ。まあ、だからまあ、透過色みたいなもんだけど、色はこっちになると。で、スプライトの00は、ピクセルが透明だから、裏側の背景がそのまま出るということを意味するということで、若干の違いがあるみたいです。だからこれ、背景タイルの描画の時にこれが必要になりますね。はい。で、パレットテーブルと、えー、ネスシステムカラーズがあるということで、えー、まあ、これ読み飛ばしていいかな。 えっと、パレットテーブルは 3F00 に、うんと、ユニバーサルバックグラウンドカラーが入ってて、あ、パレットがここに入んないのか。で、3F01 から 3F03 までがバックグラウンドパレットの0。03。123か。一二三ね。はいはいはい。で、5から7が、えー、パレットの1。一二567で3つですね。っていう感じで入ってて、 えっと、バックグラウンドパレットの3まであるってことかなはい。で、16、ああ、ネスでシステムカラーはこれと。で、定義してますね。で、BG のパレット1を使って、マリオの頭を描画するとこういう色になるけど、BG のパレット1を使って、まあ、例えばこんなのが入ってたとしたら、白黒になるよっていうことですね。だからパレット切り替えると色が変わるよっていうことをこれで言ってるんだと思います。 でパレットテーブルから一つのパレットのみを使用して一つのタイルを描画できます背景タイルの場合各ネームテーブルの最後の最後の64バイトは特定のパレットを背景の一部に割り当てるために予約されていますこのセクションは、えー、属性テーブルと呼ばれます属性テーブルの1バイトは隣接する4つのメタタイルのパレットを制御します メタタイルは 2×2 タイルで構成される空間です。はい。別の言い方をすれば、1バイトはどのパレットが 4×4 タイルにブロック、タイルブロックまたは 32×32 32ピクセルに使用されるかを制御します。1バイトは4つの2ビットブロックに分割され、各ブロックは背景を割り当てます。隣接する4つのタイルのパレット。うん、ん,うん、むずいね。むずいぞこれ。<laughs> メタタイル図があります。で、ブロックがあって、 0B1101100 10。アトリビュートタイルがあって、んどういうことだ,どういうことだパレットテーブルは一つのパレットのみを使用して一つのタイルを描画できます。うん。パレット、一個のパレットテーブルから一つのパレットだけを使って一つのタイルを描画すると。で、 背景タイルの場合は、各ネームテーブルの最後の64バイトは、特定のパレットを背景の一部に予約されています。このセクションはか属性テーブル。ああ、この後ろに属性テーブルがあるのか。23、BF、BF の後は、えっ、ー、と C0 か。はいはいはい,、はい、はいはい。これはこのことだ。で、これ属性テーブルで、こっちがメタタイルズブロックスっていうやつになっていると。で、属性テーブルの1バイトは、 隣接する4つのメタタイルのパレットを制御します。隣接する、これってことか。メタタイルは 2×2 タイルで構成される空間。2×2 タイルね。2×2。うん。別の言い方すれば、1バイトはどのパレットが 4×4 タイルの 4×4 タイルブロックまたは 32×32 32ピクセルに使用されるかを制御します。 1>, 1バイトは4つの2ビットブロックに分割され各ブロックは背景を割り当てます。隣接する4つのタイルのパレットここの 230C のデータが20ここの6つじゃないわ生えて 12344×4 だからここの。 全体の色をそれぞれ決めると。で、よくわかんないけど、この11がここになってて、01がここになってて、10がこっちで、00がこっちっていうふうになってあ、回からか。回からこう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 っていうふうになってると。非常に複雑なことになってるということですね。はい。むず。はい。で、まず、えー、画面上の行と列の位置で指定された 背景タイルのパレットを抽出しましょうと、はい、いうことで BG パレットを取る、えー、コードがありますんで、えー、これはどこにフレームでいいのかなフレームでしょうね、はい、フレームに写経、えー、していきましょう、まあ、コードを見た方が早いんでねやっていきましょうこれは全クローズしてい、えー、っとフレームに作りますと えっと、パブの、ショータイルの下でいいかな。FN で、BG、あ、待って、パレットだっけフレームだっけフレームってレンダーラーか。レンダーラーでいいか。なんかフレームは、フレームで書いた内容は、レンダーラーに持ってっちゃったんで、この辺がね。確か。多分、レンダーラーに書くのが正しそう。はい。レンダーラーに書きます。 えっと、そうですね。はい、オッケー。じゃ、ここに。えー、っと、パ p u えビージあ、パブじゃねえよ。FN で、えー、っと、BG パレット PPU をもらってくる NESPPU で、タイルカラムが U サイズであり、 タイルローが U サイズでもらってきたら U8 の4を返しますということででレッドのアットラーのテーブルインデックスがあって でタイルローを4で割り8をかけタイルカラムを4で割ったものを足すでレッドのアトラバイトは ppu の v ラム 0x3c0 ですね 0x3c0 の後にそのパレットが入ってるんでアトラのテーブルインデックスを取ってくると 0, x C 0。0x3c0。03c0 だね。はい。ということになると。で、レッドのパレ、え、パレット パレット、んパレット、インデックス。はい,い、か。えっ、ー、と、マッチで、タイル、カラム、えっ、ー、と、パーセント4で余りを求めて割る2をする。タイル、ローの、パーセント4で余りを求めて割る2をすると、 えっと、どこの値を取りたいのかがわかると。で、えっ、ー、と、ゼロゼロだった場合は、左上なので、アトラーのバイトの、えっ、ー、と、これでゼ 0x、ああ、まあ、いいか、0 b 一一か。えっ、ー、と、回の一二ビットを取ると。で、 1,0、1, 一でしょ、1一だった場合は、アトラバイトをそれぞれ2個動かしてと、4動かして、6動かしてということで、同じことをするということで、 指定の色を取ってくるということですね。タイルロー、このローね。はい。で、それ以外はあり得ないんだが、マッチの構文上必要だからかな。これでいいだろう。パニックするのと何かが起きたと。 いうことを言ってあげればよろしいということで、これでいいですね。はい。こっちだとちょっと違うけど、同じ意味です。はい。で、レッドの、えっ、ー、と、パ、パレット、スタートはあー、スタート、U サイズプラス、むず、あ、U サイズか、U サイズイコール1、 1足すパレットインデックスアズ U サイズる4いやこれ全然分かんねえな,な <laughs> PPU のパレットテーブルかパレットテーブルの0番と PPU のパレットテーブル パレットテーブルのパレットスタートと PPU のパレットテーブルのパレットスタートプラス1んパレットテーブルのパレットスタートはプラス1ちょっと待ってまあいいか 多分この後ろにまだあるってことだなあったあったあったプラス22を返すということですねだから V ラムの 0x3c から値を取るということが ここのアトリビュートテーブルから値を取ることと等しくてで値を取ってきますと。えー、っと V ラム自体が2000番地2000何番地とかに配置されてるんでこの2を取ったのが V ラムの V ラム上の配列アクセスするときには正しいアクセス方法になるんで2がないってことですね。 で、アトリビュートのインデックスでどこを取るかというのをまず見ると。で、アトリビュートインデックスはタイルのローとカラムをこういう計算すると取れるんで、まあ、ここはいいとして。それはこっちのどこが取りたいんだっていうのが、えっ、ー、と、こっちとこっちで一致してるんで、まあ、ここの計算ってことですね。はい。で、パレットインデックスは、えー、タイルのカラムとローっていうのは、 ここ01234ぬぬゼ01みたいな感じなんで、えーまあ、こんな感じの計算になって余、えー、りを求めるとここか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 っていうのが分かるということなんでえー、っとそれでえー、っと00だったら00だったらここなんで解の2ビット次のここだったらえー 次の2ビットっていうことで、こう、マッチ分があると。で、パレットスタートがそうあ、そうするとパレットインデックスが取れるんで、そいつを、えー、かける4する。かける4する。なんでかける4するんだ <laughs> か。なんでかける4するんだ。で、パレットテーブルは、パレット とテーブル、んは、ゼロ番か。ゼロ番のものと、パルトスタートからの3つ。それがここの話か。ここの話ですね。ここの、ここのどれかになるんで、えっ、ー、と、どっから3つ取るかっつうのが、ここで決まるということで、まあなんかそういう処理をしてるということですね。<laughs> 6つ。 激ムズですね。はい。で、そして関数内のカラールックアップをレンダーラン,ランダムに選択された色から実際の色に配線するだけです。ということで、こっちはもう実装されているから、えっ、ー、と、ちょちょっと直すだけでいいんじゃないかと思いつつ、これキャラロムを見てんぞ。あ、あ、V ラムの愛か。あ、あてるあてる。えっ、ー、と、キャラロムを見て、ぬ、う、ぬ、んうん、で、 パレットをここで取るか。うん、多分ここだな。レッドの、レッド、パレット、今日は本当に。パレットを取る。BG、パレット。で、えっ、ー、と、PPU とタイルカラムとタイルローはここにあるのか。えっ、ー、と、タイル、タイルカラムとロー、カラム、 ローえー、っと、ローがこっちですね。で、カラムがこれか。はい。で、取ったやつを、y、x して、ヌンヌンして、はいと。えー、っと、これでパレットをここで使うと。ppu のパレットテーブル。 パレットテーブルが今多分ない、ないというか定義しかしてないんで、ちゃんと動かない気がするんだけど、AzU サイズをする。で、えっ、ー、と、パレットテーブルの 1U サイズ。ああ、ちょっと待って。パレット、パレットの1か。U サイズをすると。 まず U サイズパレットの2、3、U サイズをすれば、それぞれちゃんとした色が割り当たるということですね。セットピクセルをしてねということで、これでおしまいということで、えっ、ー、と、これで BG のパレットについては、ちゃんと処理ができるようになった模様です。えっ、ー、と、多分これで実行したとしても、 何も起きないというか、画面が出なくなっちゃったんで、ぜ全部の色が一緒ってことですね。はいなので、まあ、なんか進んではいるが、見た目上は、えー、さらに悪くなっているんですが、えっ、ー、と次回はスプライトレンダリングをねやっていこうと思います。ということで、今回は以上は次回お楽しみに。チャンネル登録高評価お願いします。では。